で、グップ、グピュー、音がちゃんと入っているかどうか一回確認したいと思います。音はちゃんと入っています。で、続きをやりたいと思います。グッピグの写真なんですが、PC のみだそうです。今は、テレビ東京 CSI7 がやっています。エイリアス、エイリアスも面白かったです。またやってくれればいいんですが、CSI がやっている時間帯で平日の2010年の3月日現在だと、テレビ東京の平日は、お昼の平日は12時から13時までの間ですが、韓国ドラマが月曜から月火とあって、水曜日だけ CSI7 をやって、木曜日はちょっと分かりません、で金曜日も分かりませんというような感じです。エイリアスは前は月曜日火曜日の月火水だったかな、火水木だったかもしれませんが、12時から13時までやっていました。調光は実際に使ってみてもそんなに耐久性があるような気がしませんでした。調光でもなんか、調光でも前のやつと今の調光では、前のやつの方が保存性は高かった、性能は高かったようなことがあります。同じ調光の50枚入りの DVD-R でも値段が違っているのですが、多分それが違うのかなと思いました。自分が買ったのは DVD、新しい方の調光ですが、値段は2280円ぐらいだったと思います。で、37になります。そうですね、シートのことですね。で、今、単独カスタムのハンドルは、最初も、乗り始めた時は非常に軽かったですが、だんだんと慣れてきました。確かに単独カスタムは室内空間、車内空間がすごく広いのですが、その分重心が高いので急カーブなどはちょっと怖いなと思いました。これアメーバピグの、写真ですね。メルマガは今2つやっています。
メルマというやつでやってるのですが、なかなか更新できない状態です。ドラゴンスピーチについてですね、刑事コジャックなんですが、本当に面白いドラマです。ただコジャックシリーズは人気があって、で一回終了やめてて復活したらそんなに視聴率が取れなかったというのはちょっと合点がいきませんが、スタンブロース、刑事コジャックのテリー・サラバンの実の弟か親戚かなんかが、白血病で死んでしまって、それで人気がなくなってしまったのかなと思いました。クロッカーとかもいなくなってしまいましたし、いなくなってしまったそうです。復活したコジャックはまだ見たことないんですが、バックは30キロまでは、同じ料金で払うことができるんですが、U パックで実際そうなのかなと思います。そうですね、この、妹さんはすぐ辞めたというか卒業してしまいましたが、確かにこのところは面白かったです。で、唐沢に出ていた、何期生か忘れてしまいました荒沢良子という人がいたんですが、ライターの人ですが、その人によく似ているなと思いました。相内優香さんの妹さんですが、アメーバビゴをやっていて、銀玉というのは人気があるのと、あと、戦国戦国さらばじゃなくて、まあいいです、忘れてしまいました。ちなみにずっとこうやって音声でブログ、このブログの解説をしていると、なんか頭がぼーっとしてくるのです。早く喋れば喋るほど脳が活性化されるということなんですが、これ一体どういったことなんだろうと思いました。よく同時通訳の人が、脳の回転が鈍くなった時にチョコレートを食べる、砂糖を取るということは言っていたんですが、脳に栄養がいっていないのかなと思いました。脳は、ブドウ糖というエネルギー源しか、エネルギーを受け付けないので、唯一のエネルギーがブドウ糖なので、こうやって喋っていると、そんだけ脳のエネルギーを使いすぎてしまっているのかなと思いました。まあ、そんなに同時通訳みたいに、真剣にというか、早くて喋る、聞きながら同時に話すというようなことはないので、どうなんだろうなと思うんですが、大体この音声解説をやった後、頭がぼーっとしてしまうんです。で、それで結構お腹も減ってくるのです。ガストで欲しいのはコーンスープがあればいいなと思いました。ただ単価が高いので難しいかなと思ったんですが。